長野県選抜の山下カレンです。ポジションはオブジェットをやっています。自分の一番の武器、ここは負けないぞというところを教えてください。自分の一番の武器は、相手のスパイクを真下に叩き落とすブロックです。憧れの選手はいますか？自分の憧れの選手はポーランド代表のクレク・バルトシュ選手です。どういったところに憧れますか？どういったトスでも綺麗に打ち明けたりリバウンドを取ったりして、本当にエースと言えるような存在なので、そういうところに憧れています。山下選手、今非常に身長が高い、大会最長と聞いてるんですけども、はい、今何センチですか？今198センチあります。まだまだ伸びそうですか？まだ順調に伸びつつありますので、まだもうちょっと伸びるかなと思います。将来の夢、目標を教えてください。将来の夢はもちろんプロリーグに入って、そこからオリンピック出場というところまでが目標です。その目指すプロリーグというのはもう日本だけじゃなくて海外も視野に？はい、もちろん視野に入れて、海外もなども視野に入れて活動はしていきたいと思っています。行きたい国とかあるんですか？行きたい国はやっぱりイタリアのセリア A で戦いたいなというふうには思っているので、イタリアには行きたいなというふうに思ってます。好きな教科を教えてください。自分の好きな教科は保健体育ですね。やっぱり自分は体を動かすことが好きなので、じっとしていると体が痛くなったりしてしまうので、保健体育の授業が好きかなというふうに思います。バレーボール以外で好きなスポーツあるんですか？バレーボール以外でいくとバドミントンとか、そっち系、どちらかというとネット競技系が好きですね。今自分の趣味、ハマっているもの、好きな食べ物とか何でもいいです。好きなものを教えてください。自分が最近ハマっているのは他の選手の動画などを見て、それを分析したりして、それを自分に生かしたりできるようにすることに最近ハマっています。結構もうじゃあ バレーボールのことをずっと考えている感じですか？はい、そうですね。わかりました。では明日から大会始まります。大会の意気込みを力強くお願いします。自分は最初からコートに入ってるわけではないんですけど、それでも外からしっかり声を出して、中に入った時でも、一本ブロックをして、その会場がわっと盛り上がるような、そんな一本ブロックを出していきたいと思います。滋賀選抜の中上烈です。ポジションはレフトです。中上選手の、一番の武器、ここは負けないぞというところを教えてください。僕の一番の武器は、高さを生かしたバレーです。憧れの選手はいらっしゃいますか？憧れの選手は今、全日本になっている大塚達則選手です。どういったところに憧れますか？全体的にその高身長なので、その高さを生かしたバレーが少し自分に似ているかなと思ったからです。今の身長は何センチですか？今の身長は187センチになっています。まだまだ伸びそうですか？はい、まだ伸びてます。目標にするどのくらいまで大きくなりたいとかありますか？最低190までは伸びてほしいですね。ちなみに身長を伸ばすためになんかこんなことしてますとかっていうことはありますか？それで伸びているかは分からないですけど、ストレッチとかをよくしてます。なんかそれはあれ、こう背が伸びるストレッチですとか、そういうのを？ああ、そうです。インターネットとかで調べていろいろやってます。将来の夢、目標はどのように持ってますか？将来の夢は、まず今回 JOC で頑張って優勝して、そこから高校に進み、全日本に入りたいです。全日本ではどんな選手になりたいですか？全日本では、今の石川選手とかの、エース的存在になりたいです。学校の教科で好きな教科はありますか？学校の教科で一番得意な教科は理科が一番得意です。理科もいろいろあると思うんですけども、はい、どの科目が好きですか？理科では生物が得意ですね。趣味だったり食べ物だったり好きなものを教えてください。好きなものはイチゴです。イチゴ、はい。やっぱ味ですね。趣味とかはありますか？趣味はゲームとかします。
どんなゲームやります？インターネットゲームを、オンラインゲームの方をやってます。わかりました。明日から大会始まります。はい。どういった活躍をしたいか教えてください。チームとして、勝つのはもちろん、その自分の、注目選手と言われている期待に応えられるように一生懸命頑張りたいです。岡山県選抜、神崎勝です。ポジションはミドルブロッカーです。一番の武器、ここは負けないぞというところを教えてください。2つあるんですけど、1つはやっぱ高さを生かしたブロックと、もう1つは、高さを生かしたクイックでコースを打ち分けることだと思います。憧れの選手はいますか？高橋藍選手です。どういったところが憧れますか？イタリアに行ったように新しいことに取り組んだりする姿勢や、プレーでも相手ブロックが高い中、指先を狙って打って得点するところが憧れるからです。将来の夢、目標を教えてください。は日本代表のスタメンに入りたいです。そのためにはどんな努力をしてますか？は今よりももっとジャンプ力を上げて、パワーをつけてコースの打ち分けをもっと正確にしたいと思います。好きな教科は何ですか？好きな教科は理科です。理科もいろいろあると思うんですけど、どういったところ？科学ですね。科学面白い。はい。神崎選手のハマってるもの、僕のその好きなもの、趣味だったり食べ物だったり、好きなものを教えてください。やっぱ一番好きなものはバレーボールで、中学校から始めたんですけど、そこからハマって今も続いてます。バレーボールの面白いところってどこですか？やっぱ得点を決めた時の爽快感がたまらないところです。明日から大会が始まります。この大会での目標、どんなプレーをしたいか教えてください。やっぱ今まで支えてくれた方々のためにも感謝の気持ちを持って、勝ちにこだわって試合を1試合1試合戦い抜いて、で最終的には日本一を取れるように頑張りたいと思います。東京選抜男子キャプテン川野拓磨です。ポジションはリフトです。川野選手の一番の武器、ここは負けないというところを教えてください。身長を生かしたスパイクでいろんなコースに打てることです。川野選手の憧れている選手はいますか？全日本の高橋藍選手です。どういったところが憧れますか？拾ってそこから助走が入れて、すごいスパイカーだと思ったからです。将来の夢、目標を教えてください。プロバレーボール選手になることです。どういった選手になりたいですか？さっきも言ったように、拾って打てるスパイカーになりたいので、レシーブとか強化して、もう大人の世界でも戦えるような選手になりたいです。日本代表になりたいなとか、そういう思いはいかがでしょう？あります。自分が今こうやって注目されているところで、自分ももっと上行きたいなとか思っているので、頑張っていきたいと思ってます。川野選手、好きな教科は何ですか？好きな教科は数学と体育です。なんか難しい問題とか解けたら、すごくなんか達成感というか、そういうのが大きいからです。趣味でも食べ物でも何でもいいです。好きなことを教えてください。音楽を聴くことですね。どういった音楽を聴きますか？最近流行の音楽とか、なんかいろんな曲とか聴いてます。じゃあ最近で一番よくリピートして聴いてるなっていう歌があれば。YOASOBI の怪物です。今日の試合振り返って、どんな試合でしたか？初戦で緊張してた時とか、その力が入りすぎてるところとかあったけど、サーブカットからの攻撃がうまくできるようになったので、今後もそういう攻撃とかが続けられればいいと思ってます。でも明日、そして最後決勝戦優勝というところを目指して、どういったプレーをしていきたいか教えてください。自分がキャプテンとしてみんなを引っ張っていって、コンビとかそういうバレーとかを作って頑張っていきたいと思います。頑張ってください。はい。